皆さんこんにちは、リテラミリタの武部です。今日はですね、腹筋の中でも腹斜筋、このサイドですね、サイドの腹筋をやっていきたいと思います。最近ですね、腹直筋と、そして腹横筋というふうに動画を上げてましたので、予想ついた方もいるかと思いますが、残りですね、横の部分を今日やっていきたいと思います。今日はですね、4種目やっていきますが、それぞれね10回ずつやっていきます。サイドの腹筋ですので、まあ、基本的に両サイドね、右側左側と順番にやっていきますので、一緒にやっていきましょう。それでは早速1種目目です。まずは三角座りになって、かかとをつけて、両手は前に習えしていきます。こういう形で、片手ずつですね、横に開いて戻すという動作を行っていきます。すねと上体が一直線平行になるようにしていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そのまま反対いきたいと思います。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。それでは2種目目いきたいと思います。2種目目は、手は腕立て伏せと同じようにですね、肩幅ぐらいで手をつきます。そして足だけですね、横に向けて膝を伸ばした状態で床につけておきます。上の足が前に来るようにですね、こういう形で寝転がっていただいて、そこからお尻、腰を上げるようにぐっと持ち上げていきましょう。こういう形ですね、しっかりと腹斜筋に刺激が入っていきます。それではいきます。1、2、3。手の位置は変えずにですね、動かさずに4、お尻と腰だけをしっかり上げていきます。5、6、7、8、9、10。 OK です。それでは同じような形で反対側いきましょう。反対も一緒ですね。しっかりとまっすぐまずは手をついてもらって、下半身だけ横、膝伸ばした状態で上の足は前に来るように置きます。ここから上げていきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。はい、では次は3種目目になります。横向きに寝転がって、肘は肩の真下につきますね。両足は伸ばした状態で、次は重ねておきます。そこからサイドアップですね。ふくらはぎもすべて上げます。上の手は開いて、そこから下の脇の奥にできるだけ、奥に行くようにツイストして開きます。それでは行きましょう。2、3、4、5、6、7、8。 そう、しっかりツイストします。9、10。 OK です。では反対向きも同じようにいきます。
横に寝転がって、肘は肩の真下ですね、肩の真下につくようにしましょう。両膝伸ばして足は重ねておきます。はい、ではそこからしっかりサイドアップ、手を開いてしっかりと奥に入れて開いていきますね。はい、ふくらはぎがね、床にできるだけつかないように、反対側も頑張っていきましょう。はい、それではいきます。1、2、そうです、肩が平行になるぐらいまでね、ひねっていきます。1、2、5、6、7、8、9、10、 OK です。さあ、それでは次はラストですね、4種目目いきましょう。寝転がって、股関節膝は90度にしておきます。片側の手、ここでは右手はついておいて、左手を、右の太ももの外側ですね、クロスして上げておきます。そこから対角にね、体を上げていきましょう。両方の肩甲骨が床から離れるところまでしっかりね、上げてください。それではいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、 OK です。同じように反対側もいきたいと思います。股関節膝90度、対角にいきましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、9、はい、ラストです。10、 OK、 4種目いきましたね。しっかりね、腹斜筋使いましたので、腹斜筋をね、しっかり伸ばして最後終わりましょう。はい、では両手をついてしっかりね、サイドにひねることで腹斜筋伸びていきますんでね、ゆったりとストレッチして伸ばしてください。はい、それでは4種目ね、お疲れ様でした。はい、皆さんお疲れ様でした。いかがだったでしょうか。両サイドねありますし、やはりねサイドの腹筋って普段ね、なかなか腹筋のトレーニングする中でもやらない部分になってきますので、結構きつかった方もいるんじゃないかなと思います。もちろんね、腹直筋も大事ですし、腹横筋も大事なんですけど、この腹斜筋周りもね、しっかりと鍛えていくことによって、まあ体全体ですね、体幹周り全体、そして腹筋群全体がね、強くなりますので、ぜひね、腹斜筋の腹筋トレーニングも、今後のね、トレーニングの中に入れてください。このチャンネルではトレーニングに関する情報、そして私のクライアントからいただいた体に関するお悩み相談に対してどのようにいつもね、指導しているか配信をしています。今日の内容が良かった、続けてねやってみようという方はぜひぜひ高評価ボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。